8月4日日曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から東北南部にかけて広く日差しが届きます。ただ大気の状態不安定となり、天気急変に注意が必要です。早い場所ですと午前のうちから雨が降るところがあり、明日は内陸山沿いだけではなく平野部でも激しい雨に注意をしてください。そして東北北部から北海道にかけては曇りアイコンが多くなっています。北海道では東北を中心に雨が降ります。午前を中心となりますけれども、午後も雨が降るところがありそうです。気温につきましては、東京の予想最高気温35度、名古屋では37度、西日本でも35度以上の猛暑日となるところが多くなる予想です。引き続き熱中症対策を万全に行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。